はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日もマージマンション兼コンビマンションやっていきたいと思います。さて、出ましたよ、やっとこちら。まあ上もですけども、このこれ、ではですね、どれからいこうかなと。伸びた植物を取り除く、完了。すごい、ここはあれなのね、タスクがなんかこう1、2個並行するんじゃなくて、もう好きなだけ出てくるのね。大変なことになってきた、大変なことになってきたちょっと待ってよ。じゃあこれかな。落ちた枝を取り除く、完了。おや、できてますよ、ボルトカッター。もう意味もなく作ったからね。鍵を外す、完了。はい、そうネジが全然取れなくて、収穫できなくてさ、ネジを出すためにね、いっぱいタップしてたらボルトカッターが勝手にできてしまったっていうね、経緯があります。ボルトカッター1個減ったんでね、インベントリー1個空きましたね。さあ、そしたらですね、どうするかな。手袋を期待しつつ、ちょっと熊手だけ作るか。熊手だけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。待ってよ。熊手だけ作りたい。そういえば昨日の動画なんですけども、私確かにその1時間くらい経って確認し、そのアップロード終わった後で確認した時、間違いなく画質が240とかから上がらなかったんですよ、昨日の動画。どんなにあがいても。でもなんか何時間、なんか5時間とか経った後で見てみたら、あれ、ちゃんと700ぐらいの画質になってて、あれっていうものすごいタイムラグありましたね。サムネだけちょっと後で元気があったら直しておこうかな。あ、違う、熊手を作るんだ。何をやってるんだ、熊手。じゃあ熊手作るにはちょっとスペース狭いかな。熊手をワイワイ作るんや。手袋さ、完成品が全然さ出なくなったんだけど、なんかドロップ変わった？そうでもないのかな。たまたまかな。たまたまにしてはでも出なさすぎなんだよ、完成品が。熊手を作る。できてしまっている熊手がとりあえず熊手を収めようか。じゃあ通路を掃除する。できちゃうんだな、これが落ちた枝を取り除く。ね、これさすがにボルトカッターかな、これも。あ、違うんだ。
まってよ。やれる、そパッとやれそうなやつはちょっとやっておっか。あでもね、オレンジの花とね、待って、オレンジの花5個いる。オレンジの花と灯籠、明かりに関してはデイリー交換で出てきた時にちょっとやらせてもらおうか。手袋出そうにないな。お、出た。珍しいパターンだな、もう。今日出ないかなって思いきや。あ、じゃあ、あえて上行こうかな。伸びた植物を取り除く。完了。あとはもうイベント行こうかな。オレンジの花ライトはレディー待ち。あとはまあ手袋待ちですが。斧できちゃったけど。手袋待ちだけど、ダメか。出そういないな。これあれだな、もうちょっとってやっちゃうところが良くないな。もうここまで、ここまで、これ以上はいけない。手袋半端になったな。これはまたちょっといつかまたって感じ。よいしょ。さて、じゃあイベントの方行きますか。これはもう、多分交換でなかったよね、オレンジの花。あ、一応でも出しておくか。いや、もう後にしよう。イベント、イベント。さて、じゃあ納めれるもの、納めていきますか。じゃあこの上のやつでいきますよ。すべてをかける覚悟はいい？ 100 イベントコインもらえますね。うわ、うわ。これか。これもうちょっときついな。多分残りの日数でいけない気がする、これは。私がパイであなたがチェリー。へえ。これはあれです。もう、あと3日でいけない気がするけど、とりあえず下のタスクやっていこうか。服も心もおしゃれして。本当に無理そうだよね。これまあ合成しとくか。で、多分上のタスクが上のタスクで、下のタスクは下のタスクで、おそらくルーティーンになってるので、上ってことは多分これをレストランを収めろってタスクはもうあれをやらない限りは来ないな。まあじゃあとりあえず下のタスクじゃ。なんか何回かタップした記憶があるけど忘れた。
これ感情点やめとくか、壊れそう。これも、スキップ。うん、半端になった。こうかな。これもちょっとなんかモヤモヤする置き方だけど、まあしゃあないな。1234、どうする、もうタスク下手すともうイベントコインが手に入らないかもしれないもうもう最大のやつだと無理そうだもんな、これ。下のタスクをのんびりやっていこうか。残りは何がいるっけ。カバンの6段階目だっけな、5段階目だっけな。収めるにあたってある程度出しとこうと。であとはカバンか。3456789。これを収める。相手人生を華やかに。うむ、ちょっと待ってよ。結構このコスメセットを持ってかれるな。コスメセットがいる。ちょっと待ってよ、ここからばっかり出すのもな、経済的じゃないな。30秒、微妙。それは今日仕事普段行かないとこ行かなきゃいけないからプレッシャー半端ない。はい、そこ行くのね、もう1年ぶり以上かな、もう2年ぶりぐらいかな。いやー、どうなってるんだっけなっていう。さあ、ゼロ。よし、じゃあまずはこれかな。こっちからも出すか。よいしょ、これを
もさ、合体させたの持ってかれるの結構痛いんだよね。まあ、これぐらいあれば大丈夫か。で、これとカバンなんだけど、カバンギリギリまで出したい。3、4、5、6、7、これ何タップしてあったのか分かんないな。何回かタップした記憶がある。8、9、10、11。あ、もう怖いな。そろそろ壊れるな。11、12。あ、収めよう。もう収めよう。もう壊れそう。一日中甘えてもいい？イベントコイン10とかだとほぼしょっぱい。幸せすぎて嘘みたい。この辺も収めるしかないか。む。できた。自分に自信を持たないと。何よりも基本が第一。服も心もおしゃれして。ちょっと待って、そろそろきついんだ。コスメセットが一個は作っとかんと、ちょっとあとがきついぞこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9と。すごい勢いでコスメセット持っていかれる。1、2、3、4と。あ、ちょっと合成。1、2、3、4、5、6、7、8、9と。合成。一回合成しようこれ。一回合成して。で、こっちもちょっと。手紙来たし。ヘリを作っていくか。まだできんかった。で、コスメセットすごいすごい必要とされてる。これで収めても大丈夫かな。服も心もおしゃれして。
うん、それが来たか。あとはもう待ちかな、これは。チケットとコスメセットのもう時間が置いたやつだもんね、あれ。あれかな？スキップの。ロリアー使っちゃえ。ロリアー。無限鏡はどうするかな。ちょっと置いとくかな。でもあのタスクはなんだろうな、3つぐらい並行させてほしいかな。あの中難易度のやつと、あの一番下のタスクみたいに非常に緩い難易度のやつと、で高難易度のやつ1個みたいな、3つくらい並行しないとなんかイベントが止まるんだよね。これね、この上のタスクとね、この下のタスクの間にもう1種類ぐらい欲しいかな。ちょっと頑張ればできるかなぐらいのやつが。で、もらえるコインも、例えばその、上の難易度が高いやつは800でいいんだけど、で、緩いやつはまあ10とかでいいし、その間の、あのね、40ぐらいとか。40とか50ぐらいもらえる、ほどほどのタスクが欲しいな。多分この時点で結構、あ、ここまでかなってなっちゃう人いると思われ、あたい 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あと多分時間回復とか考えても多分あのタスクは無理だな、3日では。だってレベル4作るにもさ、あの食べ物のこれのバジルのスープの多分レベル4もね、4じゃない5か、レベル5を作るのになんか私多分5日ぐらいかけたよ。レベル51個作るのにね、5日かかっとる人間が無理だ。レベルいくつだっけ、レベル7を作るのは無理だな。間のレベルのタスクほんと欲しいな。40、50ぐらいもらえるぐらいの、あの食べ物とかもさ、レベル2とか3ぐらい作ってねぐらいの、ほどほどに歯ごたえのあるタスク求む。7いける人いるのかな。あとこれ待ちだね。30分って微妙なんだよね。どうせならコスメセットもう 1,2 個作っておくか。わーっと、これどういう状況だっけ。あ、壊れた。
タップしたことも忘れてる。で、合体。これでちょっと待ちかな。1234と。よいしょ。1234456789。あー、この先どうしようかな。どうするかな。1234と。あったい。上側はノータップ。12。待ってよ。使っちゃおう。3456789。ん？ちょっと危ないからここで止めとこう。で、合体。チケットをもう1、2個作りたい気はするが、どうするかな。またでもチケットいらないものが出ちゃうかな。靴下だとしょぼんってなるもん。もうちょっとでもないか。コスメセットは、まあ、とりあえず2個にしとくか。2個にしといて、いやでももう1個ぐらい欲張る。こっちに動かしとくか。スキップの合体。こんなもんかな。合体で、あとはジタンを使うならこの辺は使っ
て1枚2枚チケットは作っておきたい。そっか、納める前にチケット使ったら、チケット合成したらあれだ、仕上がっちゃうのか。じゃあいいや、これを2枚は仕上げよう。で、あとはちょっと待ってよ。で、もうちょい、ちょっと向こうに行ってと、わーっと待ってよ。売るか。これちょっと一回回収して、小銭をね、小銭を稼いでいかないと。で、そしたらば、あ、そっか、しまった、さっき出たやつをちょっと使っていけばよかった。あと5秒か。4310で、あと4つか、4つアイテム出しといてと。で、さっき、デイリー交換でそういえばなんかあったっけ、ライトかなんか交換したような、交換してないような、してなかったかな。してなかった気もする。ちょっと待って、今必要なのって、よいしょ、うん、ライトとオレンジの花の種ぐらいか。かわいらんのだが、これなんかこんだけあるとボルトカッターとかほうきぐらいなら作れそうな感じするな。そこまではいけんか。これ出しとく？いや、まだ早いか。あ、で、これを、あ、あるね、オレンジの花で、ちょっと待ってよ、出すものを出していきたい。これはいらない。
ペンキ缶もやけにあるんだよね。どっかで整理しないとな。こんなもんか。で、あとはこれ今日交換したやつだよね。うん、お金はまあ回収かな今日は。いやまあこの辺か、売っちゃうか。とりあえず2つほど売って、まずはこっからかな。うん、でオレンジの花を、体力出さんと話にならんだった。よしよし、うん、悪くない悪くない。でオレンジの花を出す前に、あと20秒とかいう微妙な時間だな。これはもう売っちゃいます。うん、ブースターの雫ほんまに微妙だな。微妙な気持ちになる。あ、ありがたい。うん、で今回悪くなかったな。そんなに悪くない。待ってよ、使っちゃえ。いやでもありがたいね。おお、ということは、あ、手袋出るようになったの。こっから、あれ前出たっけ、出たっけ。でもなんかすごい低確率だった気がするんだけど。え、これはありがたい。ちょっと打っとこう。手袋出たんで収めるか。あ、じゃあこの上のやつを、伸びた植物を取り除く。うん、割と今日サクサク進むな。やったね。時間もなんか割と過ぎてしまっているが、よいしょ。あとはちょっと待って、3つほどなんか出して、これ一周してきてんのかな、どうだっけ。2、3、うる、あ、一周してきてるね。じゃあいいや。ちょっと待って、これをね、ちょっと今整理したかったんだ。あかんな。まあ売るか。で、しまいしまい。体力的には、これはまあ使う羽目になるので、こんな感じかな。こうかな。よし。じゃあ、あと1全開体力あるので、これでも好きじゃない。5、4、2、これはまあこうだな。よし、これであとは待ちかな。交換に出てくるのを待とう。今だって頑張って出しても体力の無駄遣い。よし、じゃあちょっとイベントの方。あとまあ時短を使いますか。うん、
じゃあジタン使ってもうあれなんだよね、4時間しかない3分跳躍する状況あんまないしな。じゃあ4時間えいとりゃというわけで、これはねまず出しちゃいます。あ、ガウンあった、よかった。スリッパは正直いらないからさよならだ。うん、で今これを合成させ、これを収める。だとこれかコスメ、あ飲み込まれた飲み込まれたびっくりした、消えたで、吸われてしまった。幸せすぎて嘘みたい。地味にねくれるんだよねで素敵な服で異性を虜に。うむ、ちょっと待ってね。いつだって流行の最先端。コスメセット。ちょっと待って。こうじゃな、すごい体力はねゴリゴリ削られてるのを感じるな。で、あれ？これって使った後だったっけ？あ、全然覚えてない。どうだっけ？じゃあとりあえずこれ合成します。合成します、収めます。恋物語の主役になろう。うわこれ持ってかれるのか、きついな。身も心もおしゃれして、うん、いつだってあなたに夢中。スウェット。スウェット。スウェット結構段階上なんだよね、こう考えると。
スウェットってか猫耳パーカーで可愛いよな。スウェット姿も素敵ね。心がポカポカしてくる。お財布はズキズキしてくる。これちょっと出してからにするか。お金はやっぱめちゃくちゃ美味しいな。じゃんじゃん溜まっていくよ。ふふふ、あるんだな。あ、今回これで終わりかな。とりあえずは今日はこの回復までです。明日以降で無限使いたいな。無限を、あれ下がった。なんで使い切った覚えはないぞ。はて、で上にあるのが収められるはずなので、チケットとなんだっけ、パジャマ痛いな。心がポカポカしてくる。うわあ。今日はここまでかな。これ作って終わっとくかな。この辺のもの収めるやつってあったっけ。あった気もするな。いや、どっちにしろ今日はタスクは進まないはず。今度以上は。これ階段上でとりあえず作っておいて、8、7、8、7、7、6、7、6ある。いざとなったらこう愛のレストランがね、作れる範囲にしておこう。あれ？よし、じゃあね、ちょっとこれぐらいにしといて。今出さなきゃよかったかな。いいかな。このヘリコプターを収めるやつもね、ずらっとね揃ってしまっているので、でもあれ以降はヘリコプターを収めろっていうタスクは出ないんじゃないかな。どっかでループで回ってこない以上は。下ではなかったもんね、確かヘリコプターを収めろは。よし、じゃあ服作っていくか。わーい。もう今何も考えずにわーいっていっぱいこのタップするのが一番楽しい。わーいっぱい出てきたーみたいな。スリッパできたね。スリッパもでもまあ収めていくかな。安全とって一個ぐらいキープしといてもいいけども、スリッパを。1個キープしといて2個目以降を収めていくのもありかな。
わあ。また旅行箱を作らねばならん。2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっとさ、もう向こうの通常の方の盤面、あっちの貯金箱はイベント終わってからにしようか。どっちにしろあのイベント終わりまで待ったとして、1、2、3、4と待ったとしても、多分もう一個ぐらいしか完成形できてないはず。大した違いはないな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。この調子なら合体しちゃっていいか。あれ、これなんだっけ。あ、いや、今はいい。今はいいけど、どうしようかな。まあちょっとガウンができたら考えようか。1、2、3、4と。1、2、3、4、5、6、7。8、9。これすっきりした状態にならないかな。とりあえずこれはタップし終わってるので、あと5か。こっち行くか。これどこに置いとこう。ここまでかな今日は。よし、じゃあとりあえずメインタスクもじわじわと進んでいることですが、まあ上のやつは多分いけないですが、一応やってみるかなぐらいですかね。というわけで次回はもう交換いきますか。コレクションのいくつかは交換できるはずなので、コレクション交換をしつつ、まあ残りのタスクじわじわやっていきます。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。